CGS をご覧の皆様、こんにちは、亀井聡平です。本日も、じっくり学ぼう世界と日本の戦争史をお送りしていきたいと思います。講師は江村先生です。江村先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。 前回あの日露戦争のところを教えていただきましたけれども明石、はいはい、元次郎のですね、はい、あの工作なんかもきちっと、はい、あの図に入れていただいて非常にあの今までもう戦争が多くてですね、はい、結構みんな情報いっぱいいっぱいだと思うんですけど非常にやっぱ特化して一つの戦争を、ねね、見ていくというのも、はい、おやっぱり必要だなというふうに改めて思いまして、はいはい、今日はあ 次にやっていくのは第一次世界大戦、ね。そうですね。はい。はい。よろしくお願いします、はい。世界大戦期ですね。この時期、はい、世界大戦期の、まあ、二回目ということで、第一次世界大戦。で、あの、まあ、戦争規模が世界規模になっていきますので。え、当然、頭上でもわかりやすくなるわけですね。はい、はい。個別の戦争があちこちで、パチパチ起こるというのとは、もう様子をいにしております。はい。さて、えー、日露戦争に始まりですね。まあ、世界、二つの世界大戦と、まあ、大東亜戦争までの時代。これを、まあ。はい 世界大戦期ということで、この時代はですね、まあ近代から現代への移行期ですね。はい、はい。で前回はこの日露戦争とまあ日英同盟の変遷を中心にお話し,しましたが、今回はまあその後の国際社会で起きた戦争から第一次世界大戦まで、はい。この流れをですね、時代よって見ていきたいと思います。はい。さて1889年から1896年 第1次エ,ピエチオピア戦争で、まあ、エチオピア帝国に敗れたイタリア王国はです、ね、この独立国エチオピアへの侵攻を中断して、えー、他国の植民地を強奪することに方針を変えるわけです。1878年のベルリン会議で、えーまあ、フランスにチ,チュニジア植民地の権益を取られてしまったイタリアは。 このオスマン帝国からトリポリタニアを奪取するために戦争を仕掛けます。はい。はい。これが1911年から12年の伊都戦争です。はい。でこの戦争では飛行船による世界初の航空爆撃によりイタリアが勝利しリビア全域を獲得します。はい。その後イタリアでは空軍万能論というのが盛んになってくるんですね。はい。 そしてこの頃シナでは侵害革命が起こり、はい、中華民国が成立して新朝が滅びます、はい、しかし今革命派の代表によって臨時大総統に選ばれた孫文は、はい、新朝政府の実力者であった遠征外にすぐその地位を譲ってしまったことから、はいえー、軍閥が各地方を支配する、まあ、軍有割拠の時代に後退してしまいます。うん オスマン帝国がまた糸戦争で敗れて弱体化したことからバルカン半島では、えー、自民族居住地域の併合を目指すこのバルカン諸国が、えー、バルカン同盟を結成しこのオスマン帝国の領土を獲得するために戦争を仕掛けます。はい これがまあ1912年から1913年の第一次バルカン戦争です。はい、ブルガリア、セルビア、ギリシャ、モンテネグロの4カ国から同時に領土内に侵攻されたオスマントルコ帝国は、敗退し、バルカン半島から撤退します。はい、これに続く1913年の第二次バルカン戦争は、オスマン帝国から奪ったマケドニアの領土をめぐるバルカン同盟の内部構想です。はい で領土の拡大を目指すブルガリアに対してセルビアあギリシャが戦い、セルビア側が勝利しました。うん、で、セルビア王国は1877年にロト戦争の講和条約であるサンステファノ条約で独立を認められた国ですが、まあ、これはロシアがバルカン半島を不安定化するために作為したものでしたね。うん、はい。で、1908年にオーストリアが ボスニアヘルツェゴミナを併合したことからこれを脅威と感じたセルビアとオーストリアの関係は最悪ななものになっていました、はい、そしてバルカン戦争でのセルビアの勝利によるナショナリズムの高揚は1914年ボスニアのサラ,サラエボで セルビア人青年がオーストリアの皇太子夫妻を暗殺する事件を招き、まあ、これが第一次世界大戦のまあ勃発へとつながるまですね。ヨーロッパの火薬庫で火薬に火がついたと。これもロシアが作為した火薬庫なんですけれどもそして1914年から1918年の第一次世界大戦はこのオーストリアとセルビアの対立構造を利用し ドイツを潰して、まあ、現状の国際秩序を維持し権益を保護しようとするイギリスフランスロシアの三国協商があの新たな国際秩序を建設して、まあ、権益を拡大しようとするドイツオーストリアイタリアの、まあ、三国同盟と対戦した、まあ、全面戦争ですね、はい、この対戦中ロシア帝国はオーストリアハンガリー君主国軍の捕虜の中から チェコ人とスロバキア人だけを解放して部隊を編成しますこのチェコ人スロバキア人はいずれも祖国をオーストリアに併合された恨みがあるので、はい、ロシア側について勇敢に戦うだろうと考えたからですなるほどで初めは約900人の義勇隊でしたが、うん、あやがって狙撃連隊旅団へと拡大され、はい、最終的にはですね、4万人からなる第 第一チェコスロバキア軍団となるんですね。はい。その詳しいところ知りませんでした。はい。はい、この話なかなか面白いんです。はい、まあ行きましょう。次行きましょう。イギリスからの参戦依頼を受けた日本は、はい。前回言いました。1911年の第三回日英同盟協約に定められた参戦義務により、協商側について、まあドイツに宣戦布告し、はい。 ドイツの租借地であった三島半島のチンタを攻略して、まあ、さらに太平洋上の赤道以北の島々を占領しました、はい、一方常にロシアと敵対関係にあったトルコは、えー、まあこれあのロ,ロト戦争の宿敵ロシアにです、ね、対抗するということから同盟国側で参戦します、ねはいはい、さあそして1915年にはそれまで中立を宣言していたイタリアが 三国同盟を破棄し、協商側について、まあ、オーストリアに宣戦線布告します。はい、で、このイタリアの裏切り行為はですね。まあ、はい、日本の参戦とですね。アジア太平洋正面でのドイツの敗退。はい、これが大きく影響しているものと思われるんですね。勝ち馬に乗らないとということですね。そういうことですね。はい、もうイタリアはずっとそうですね。はい、そしてですね。この日本の参戦により。 苦労して苦労して手に入れたアジア太平洋の利権を奪われ、さらに同盟国も失ったドイツではですね、1916年に対日報復対日復讐戦の激文を集めた日本征服という本が出版されました。はい、はい。でこの冒頭にはフリードリッヒ皇太子、参謀総長ファルケンファイン、えー、軍司令官元帥ヒンデンブルグ。 あるいはまあ同じく元帥のマッケンゼンが連盟のですね日本征服宣言というのが掲げられていたいやもうドイツ人の恨みはすごいかったようですこの時日本に対する日本も日英同盟のに基づいて参戦したんですがまさかそれがドイツにここまで恨まれるとはということなんです面白いからちょっと読んでみましょう。メメラメラ燃えててまますすねそれれににはこのように書かれています 欧州戦を世界戦にいたらしめ、戦争をいたずらに長期化させたのは、理由なき戦いを我がドイツ帝国に戦し、英国の背面にありて、英国及びロシアを助け、彼らをして欧州に戦力を集中させる便宜を与えた日本の防音行為が主たる原因である。欧州戦を速やかに収束させ、しかるのち東洋の根拠地、 欧州湾一帯の租借地を回復するとともに対戦において漁夫の利を得た日本を征服して処罰すべきである、はい、さらに本文にはですねこう書いて「ある。ドイツとロシアが同盟して日本を征服する場合はロシアの鉄道を利用して陸軍を輸送し優勢なる艦隊を組織して遠征させ潜水艦は分解して鉄道により輸送し陸海両面により攻撃する。 ロシアと同盟できなかった場合は米国と同盟して日本を征服するといった具体策まで提案されていました。うそういういんんも出されたんですね <laughs>、はい そまあでも日本からするとねその前に三国干渉を受けたりしてますんでまあそうですね,ね決して好意的ではないですし、はい、まあそうですねまあでも最終的にね、はい、将来的にはこの国と同盟結んで一緒に負けちゃうっていうですねまあその先もですね <laughs>、はい、何の因果かというのはいろいろあるんですがそうですねはい、はい、さてこのように日本を激しく非難する一方でドイツは膠着した東部戦線の打開を図るためにですねはい 一方で10年前の日露戦争における日本の赤石工作のやり方をそっくり真似して、はい、ロシア帝国に革命を起こし、うん、まあ連合国戦線から脱落させようとしますね。はい、で、ドイツ皇帝ウィルヘルム2世はレーニンに、まあ赤石大佐の役をさせたんですね。はい、はい。この作戦はドイツ参謀総長ルーデンドルフを中心に極秘で行われました。で、1916年 ドイツはスイスに亡命していたレーニンらを密かにロシア本国に潜入させて、まあ、政府を倒し軍隊を崩壊させます。でこの時レーニン一行の行動を秘得し外部、特にですねドイツ共産党との接触を遮断するため彼らを乗せたドイツの軍用列車の扉を封印して警戒しましたので、ねはいえー、封印列車工作と呼ばれているんです。なるほど 着した西部,戦線の打開を西部戦線を打開するためさらに多くの軍を、まあ、西方の戦域に集めようとしてですね実は日本に陸軍の派兵を要請してきます、はい、が、まあ、日本はですね平坦の困難性こんなそんな離れたところまで外政するだけの日本は平坦能力を持ってない、はい、ということを理由にこれを拒否します。うんえー、1917年になるとですね ドイツとオーストリアが潜水艦により、まあ、商船などをです、ね、警告せずに攻撃し始めたことからです、ね、連合国側の損害が甚大なものになりましたそこで日本はイギリスからの要請に応じて今度は駆逐艦や巡洋艦からなる特務艦隊を地中海などに派遣します、はいでモンロー主義を掲げてこの中立を宣言していたアメリカもです、ねね、ドイツ潜水艦による無差別商船攻撃で ま自国民にま犠牲が出るとです、ね、イギリスを支援して参戦します、でこうしてですね、協商側にベルギー、日本、アメリカ、中華民国がま加わってま連合国となりますね。日本が、ね、地中海まで行ってたっていうのを知らないす、ね、人もいいますからね。い同じく1917年、ドイツの封印列車工作が成功してロシアで革命が起きます。うんはい まず4月に、えー、食糧難にあえぐ市民の暴動に兵士が合流してこのロマノフ王朝が倒されますね、はいえー、そしてこれに便乗して、えー、武装を放棄したレーニンらの一派ボルシェビキは11月に労働者と兵士を中心に組織された代表者会議ソビエトを拠点とする政府を作り共産党の一党独裁体制を築きます。はい そして、12月にボルシェビキ政府は、まあ、ドイツと休戦協定を結ぶわけですね。まあ、ここはもう、大成功でしたね。ねはい。有名な話です。世界の不幸が始まる瞬間だと、私は思ってますけど。<laughs> はい。はい、そして、革命後のロシアでは、ボルシェビキの共産主義勢力と。共和主義者、君主主義者との対立が撃破し、はいまあ、赤軍対白軍の内戦になります。うん、で、連合国側では、この白軍を支援して。 ドイツの手先であるボルシェフィキ勢力を抑え込みロシアの資源がドイツに渡るのを防ぐ必要がありました、はい、そこでフランスと、まあ、イギリスは日本とアメリカに対してです、ね、今度面白いことにシベリア鉄道を占領して管理経営してくれと、はい、こう要請してくれ、はい、が、まあ、日米両国はです、ね、お互いに実行不可能だということでこれは拒否しましまた、はいはい、そして1912年。 2018年2月こうした状況をチャンスと見たドイツは西部戦線での攻勢に必要な資源や食料を求めてロシアの奥深くまで侵攻し占領地域を東に拡大します。はい、でこの時休戦協定で祖国解放の希望を失っていたチェコ軍団の部隊がです、ね、さっき話した、はい、これがドイツと戦うことなく退却したんですね。うんはい、これで、 ドイツ軍は容易にキエフやウクライナを占領できたわけです。はい、1918年3月ロシア、ウクライナのボルシェビキ政府がドイツとブレスト・リトフスクで単独講和を結びますでそこでチェコ軍団はチェコスロバキア独立のためフランス軍司令官の指揮下に入って西部戦線に加わることになりました。はい えー、移動経路はこのモスクワからシベリア鉄道でウラジオストックに向かい、はい、そこから太平洋航路でヨーロッパに渡るというものだったんですね。<ー>でこのため同年4月日本を除く連合各国は、まあチ,ェコえー、チェコ軍団を安全に収容するための部隊と軍艦をウラジオストックに派遣します。はいはい、一方 ボルシェビキ政府との講和条約で東部戦線が片付いたドイツは、えー、部隊を西へ転進させてです、ね、ロシアからの軍需物資を送ってすぐに今度は西部戦線で大攻勢を開始します。で1918年5月チェラビンスク駅においてです、ね、これロシアのモスクワよりも 東にありますチェラビンスク駅においてですねこのウラジオストックへ移動中のチェコ軍団兵士とオーストリア軍捕虜との乱闘事件が発生します<ー>で地元のボルシェビキ当局がこの乱闘に加わったチェコ軍団の兵士10人を逮捕したところですねこれを奪還しようとしたチェコ軍の兵士との武力衝突にここで発展します。<ー>でボルシェェキ政府はこののチェコ軍団の武装解除を命じましたがね チェコ軍団はこれに従わずシベリア鉄道沿いの各地でこの反革命軍白軍と協力してここで赤軍と戦うようよになります、うん、同年8月米軍の増援を得て強大になった連合国軍は西部戦線で大攻勢を開始しますでドイツ軍は敗退を続けて後退します。でドイツの敗北に伴い トルコとブルガリアは同盟国の陣営から脱落します。はい、同じく8月日本はイギリスアメリカフランスイタリアなどの連合国と共同してボルシェフィキ政府を打倒しドイツの極東進出を阻止するため、はい、シベリアに大軍を発見します、うんで。日本から3個手段もの、 大兵力を得た連合国はロシア領内で孤立していたチェコスロバキア部隊を救援して、うん、これらをウラル山脈方面で合流させさらに、えー、オムスクに反革命派のコルチャック政権を擁立することに成功しました。はいえー、同年11月オーストリアが休戦条約を承認します ドイツではキール軍港における水平の反乱に端を発した革命の火の手が、まあ、ベルリンに波及して内乱となります。で東方戦線をロシア深くまで拡大し、まあ、西方戦線で連合軍に大敗していたドイツには、この内乱を鎮圧するだけの戦力はもうすでにありませんでした。はい、その結果、まあ、ドイツ皇帝ウィルヘルム2世は退位することになり、ドイツ帝国は、 滅亡します、うん、あそして、まあ、4年半にわたった、まあ、第一次世界大戦がここで終結します、うん、で第一次世界大戦の、まあ、西部戦線では、まあ、両,勢両方の勢力が約200万という大兵力を動員しましたがえ相互に塹壕戦を突破できず、まあ、かつてないほどの戦争の長期化と大規模化をここで招きましたね。でこれれららによってもたらされたさ経済的的物質的 さらに心理的な損害によって各国は深刻なまあ社会的混乱に陥り、はい、まあロシアやドイツでは、ね、それが革命へと結びついたわけですね。はいでまあ、第一次世界大戦というのはあのこの国家が経済力技術力などの国力をもう総動員し、うん、で非常にまあ多大な消費を伴う国家総力戦というこの新たな戦争形態なんですね。はいうん、で各国では 来たるべき次の国家総力戦に備えるために、まああの共産主義やファシズムというね国家総力戦体制を維持すると、はい、こういう方向に流れていくわけなんですね。まあこれはもう日本もその中に含まれてしまいます。はい。はい。えー、こういう流れで見るとあれですね。はい、日本がシベリア出兵したのもきちんと理,、はい、理,理由がわかりますよね。まあそうですね。はい。うん。まあ当時の事情、そもヨーロッパの事情がもうそのまま。 影響しているということです。はい、はい。はい。ということで参考資料で数を、はい、出していただいてですね。まあ一応ちょっとこれ参考資料ですが、第一次世界大戦のこの、うん、要するに損害の数というのは小、えー、説ありましてですね。はい、必ずしも一定じゃございませんので、まあ、この数、うん う当てにならない数字もありますので一応参考資料程度にちょっとあげますがほ、うんはいまあ、あのー、他のデータもございますので、うん、まあただそれにしても相当な数だったという大まかな傾向はつかめると思いますので、ねはい、まあ何らかの資料としてご活用してください。 ありがとうございました。次回がいよいよコミンテルンが誕生して世界に共産主義が広がっていくという、はいはい、ところで、はい、日本も,もうどっぷりと巻き込まれていく、はい、ということになりますけれども、はいはい、今日もどうもありがとうございました。